やっと一匹釣れましたっていうか、ブラックバス久しぶりなんですけど、そそらっぱなバス。なんかこれ黄色い干潮って何ですか。さあ、もうラストの時間です。よいしょ。一箇所一頭ずつぐらいだな、気になるポイント。わお、まあ、MZ クローラーが滝行しない、あ、それってそう簡単に出ませんよね。火化けした。火化けしたよ。いる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 。
くそおっしゃ、来た。でけえぞ。おっしゃー、でけえ。よっしゃ。トズラッパラ、シャッター来たぜ。いやー、こんな足っ腹の中通したら来ましたよ。はい、トズラッパラ2匹目はね、ジャックハンマーについてリンガーの組み合わせ来ましたよ。イエーイ。こんな感じでがっぽり食ってる、すごい濁ってるんですけどね、今度のはねちょっとね長さも長めですよ。結構いいとこにかかってる。はいね、ツインテールリンガーをつけたジャックハンマーでトスラッパラパン。イエス。サイズは41センチってとこですかね。じゃあ逃がしてあげたいと思います。ありがとうさん。はい、今度釣れたのはエバーグリーンのこれスーパーノバ XP にパワークランクの5、ギア比が低いリールね。でそれにジャックハンマー8分の3オフとツインテールリンガー、結構ね好きでいつも使ってる組み合わせでグングンって引いてきました。じゃあまだねあと1時間ぐらいできるんでさらに頑張ってみます。